こんにちは、タミヤ二課役の西内マリアです。神山新役の桐山蓮です。ニカはワンの時は必死でしたね。新たに対して新たが冷たいからね。冷たかったです ねだからすごく寂しかったんですよ。だろうなって思ってた、うん、だから2始まってからすごい心強くて、うん、なんか2人で一緒に掛け合いしてたりとか、うん、割とね、うん、コメディなシーンが多いから、そう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 、ニカが1でやってたコメディな部分も一緒に新たもリアクションしててみたいな、ちょっと二階堂に染まってきてるんですよ、新たがだんだんそこはちょっと見てほしいところです ね。ぜひいろんな顔がね、ワン、うん、よりも新たのいろんな顔が見れちゃうっていうのも、まあ、新たのできる範囲でギリギリのラインでやってますけど、まあ、相変わらず妄想シーンはね激しくね、妄想シーンはねやってますけど、羽ばたけるところだから、はい、羽ばたけるところですからそうそう、まあ、でも2はね結構二巻もすごいよね、うん、そうだね、鼻ジープ行ったりね、もうあの村村壊れとかね、だいぶ過激ですね、はい、本当にもう1話からあそこまでやってっていいのかなっていうところがあって、うん、そうそう、うん、なんかニカの、やっぱもうワンはその付き合うまでの、うん、あのこうニカのこうそうそうなんかサクセスストーリーみたいな感じだったけど、ツー、うん、はあの新たとエッチするためにニカがすごい頑張る、付き合ってから付き合ってからその先行くためのサクセスストーリーだから。あのワンよりも過激だし、そうなんです、ワンよりも結構面白いんです。ディープですしね、うん、何よりなんかやっぱり空回りしちゃうところが可愛いよね、ニカ、うん、の、そう、なんやかんやね、ニカ可愛いんです。なんかうまくいかないとこが可愛いとこだなって、うん、そうで、だいたいそのうまくいきそうでうまくいかないところが、うん、なんか邪魔が入ってさ、そう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 、ニカスイッチがあるらしい。そうなんですよ。手抜きシーンはね、あれは恥ずかしいでしょ。はい、恥ずかしいですね。あれクランクインにしますか。クランクイン。で、クランクインからもうあのオフの部屋でのシーンだったので、もう初日から取り戻しました。ニカを戻ってきたって感じ。で、最初1年ぶりっていうか、うん、久しぶりだったから最初不安だったんだけど、うん、一瞬で戻ってきて。わかる。わかる。俺もワンのやつめっちゃ見たもん。うん、そう。そう見た、見直した。うん、ニカと付き合ったことで、あのオープニングとエンディングにちょろっと出れてるのが嬉しい。オープニング確かに。そう、最後ね、エンディングとかも、うんうん、あの最後ニカに襲われてちょろっとこう新たもこう踊れてるみたいな、うん、ああいうなんかちょっとしたなんかラブコメらしい、うん、なんか登場の仕方もすごく好き、うん、嬉しいですね。楽しかった、ね、まあ、印象に残ってることがそれっつうのもね、ポスターも最初に撮ったじゃん。あ、そう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 、ポスターもなんか2ならではって感じ、うん、ね、ね、じわじわと新たに出てきて、そうですよ、嬉しいですね。なんかそう、うん、あの出来上がり見て思ったんだけど、ニカって呼んでるじゃん。そうなんだよ、それが嬉しくて。あのね、そうシーズン1の時はずっとタミヤって呼ばれてたので距離感があったんですけど、うん、もうニカって言って探し回ってくれるところとか、ちょっとジーンときちゃいました。だからね、その本番ってテストの時とかに間違えて、タミヤのタタがここまで来ちゃうんですよね。そうそうそう、癖で。そう、特にでっかい声で叫ぶ時とか、うん、そうニカってセリフなのにタミヤって。はい。5話は、ね、全に襲われ。うん、シリア編のね、完結、はい、そうです。うん、いやいや、これはぜひ見てもらいたいところですね。もう全にさらわれどうなってしまうニカ、そこで新たなね作戦があるんでね、ね、そうそうそう、あのマサムネと一緒に乗り込んで、まあ、あのブラックネイルズに変装して、言っちゃった、うん、言っちゃったね。そう、まあでも見てもらうと分かると思うんですけど、そう、結構なんかなんかアクションが結構あるんですけど、うんうんうん、新たはザトウイチですそれだけ
あ、見てもらえれば分かると思います、うん、かっこいいです、はい、すごくもう鉄パイプでこんなことしちゃうのかみたいな。そう、俺も初めてその振り見た時にびっくりしたんですけど、ちょっと今までにないような話というか、うん、そういう展開にもなってますし、うんね、新たな一面が新たな一面が見れると思うので、うん、楽しみにしてください。そして、まあ、ニカのまた秘密兵器が登場しますので、秘密兵器見どころですよ。その撮影恥ずかしかった。俺見てねえからな、楽しみだな。そっか、見てないのか、うん、ぜひ楽しみにしててください。スイッチガールツアーは CS 放送フジテレビ2ドラマアニメと動画配信サービスフジテレビオンデマンドでお楽しみいただけます、はい、皆さんぜひチェックしてください。